携帯クリップ、ジェット大輔さんがね、YouTube で言ってたんでね、早速100均に行って買ってきました。これ僕のエクスペリアレイですけど、こんな感じで、こんな感じですね。これで角度を変えれるかな。でもちろんこれ横向きにも使えます。こうやってね、こう YouTube 見るときとかもね、いいんじゃないですか、これ、うん、なかなかいい感じでね。ここの内側ね、気づかないようにね、ちゃんとなんちゅうか、これなんか柔らかいのがついてます。こんな感じの携帯クリップホルダーでした。お買い求めは近所の100均でどうぞ。これね、反対向きにセットして、で写真の自分撮り用にもいいんじゃないですか、これ。こんな感じ。